皇太後,后宮大部春聖女カエ4年版、女百人一首、藤原春聖女頃から1251年以後は、鎌倉時代前期の女流家人。新36河川及び、女房36河川の一人。実父は藤原北家松修流出身の終わり主藤原聖来。実母は、藤原春聖の娘、八条院三条。祖父、春聖の幼女となった。 堀川大納言源、道友の妻。皇太后宮大部春聖女、春聖教女のなで花壇で活躍。後には、自重友さだ母、三位自重母、晩年出家してからは、佐賀善に、小しべの善にと呼ばれた。また、藤原邸家の赤月期,期においては、後鳥院出資以降出家までは、春聖女の住んだ、押し工事までの工事宅から、押し工事女房と記されている。 ジップ藤原聖来が、1177年に、発生した、父方谷の陰謀の首謀者の一人、藤原成近の弟として、責任を問われ失脚。母方の祖父である、藤原春勢に引き取られ娘として養育された。1190年頃に、源の道友の妻となり一男か目を設ける。しかし、道友が、土見門天皇の乳母として、牽制を誇る。 十三宮ん地あ曲を新妻に迎えるに及んで、行き場のなくなった、春聖女は、ことばイン,ンに生きる場を見出す。新古今和歌集以降の直線集、定数歌、歌合わせ等に、多数の作品を残している。1213年出家、以後も花壇での活躍が続くが、1241年、藤原定家の没後は、張り国古しべの章に陰性した。 1251年以降に書かれた、腰部の禅に小息や、同年9月13夜の演具歌合わせで絵により、この頃まで健在だったことがわかる。1254年どっちで没したとも言う。五十四片手祭り史に宿りき雲も恋交代合偶、大部春勢女した萌えに思い消え南気無谷に後泣き、雲の果てそかなしき、深古今和歌集巻き、第十二連歌に。ありがとうございます。